壊れてる。壊れてる。これをどこにやろうかな。全然ちゃう、全然ちゃうぞ。これほんまに携帯今こんな角度でさ、配信をしてるんやけど、どうしたらいいんかな。何かいいものはないかね。なんかさ、難しいか。ここでどうにか刺さる。こうなんだよね、本当は。これ以上傾かないでくれよ。どうしてなんだろう。どうして傾いてしまうのだろう。これはここが悪いのかな。ここをもっとバッチリ固定すればいいから。ここをギュッ。あかんわ、傾くわ。傾きたいお年頃なんかな。困ったな。ここじゃないんやな。ここ頑張れよ。この三脚もう客頑張ってほしいね。はあ、みんなお昼は来てくれてありがとう。あ、そうだ、ここにくっつくのかくっつかないか。テロップ書きます。こんばんは。ようこそいらっしゃいませ。どうしたら傾かないんだろうね。傾かないように三脚を一回下まで下げる。傾き軽減、傾き軽減まだされるの。あとはじゃあこっちを、こっちを上げしていけばいいんじゃない。すげえ、クラッカーとかあるんだ。こうしたら、あさってって何日。今日26、10時から。いや起きられへんかも。寝てたらごめんな。マジ、ね、寝てる可能性30%の確率で寝てます。寝てたらマジでごめん。でもここまでさ、ねえ、
毎日やってきたわけだから今更遅刻するわけにはいかんやろ。どう？とりあえずできた位置合ってるか。お誕生日おめでとう。まだ早いってまだやで、まだよ、気早いよ。それは29日まで待ってもろて。写真集買うのいいやん。初見、はい、初見の方いらっしゃいませ。私まだ誕生日じゃないんですよ。本当は29日が誕生日なので、その時またお祝いしに来てください。あとフォローもしてきてください。お願いしてください。お願いします。こんばんは。これは自分で飾り付けしたのさ。そう、ハッピーバーウィーク。そうやで。こんばんは。お腹いっぱい。ほんまにほんまにお腹いっぱいやから寝るかもまだ。あのさ、みんな夕飯食べた？ほんまに10分前に食べ終わったとこでさ、めっちゃお腹いっぱい。みんな何食べたんですかね。ちなみに私は麻婆豆腐を食べました。NMB 行った時に出会いたかった。なんともなんとも言い難い。じゃあ今会えていいじゃないですか。これからもどうぞよろしくお願いします。ジョナサンでパスタ、ジョナサン行かないな。なんか新宿村ライブっていうさ、何駅だっけ、西新宿とか、あれ中野坂上だっけ、舞台そこでやったんですけど、その時やたらあれ多分ジョナサンがあちらこちらにあったイメージ。でも行かないな。炊き込みご飯いいね。チキンカツ、あ、麻婆豆腐一緒、豚肉のあんかけ、美味しそう。クリームシチューいいですね。一番くじの座椅子当ててないよ。当ててない。その結果はまた明日、また明日。コロナかかっちゃったの、うなぎちゃんというか心配。もう私は家からで、もうほんまに出えへん、ほんまに出えへん、ほんまに出えへんから大変やの。クラッカー、パンってさ、パンってなってないのこれ。お酒のあてにピーナッツ、あ、ピーナッツか、最近食べてない。あ、でピーナッツといえばさ、ナッツナッツ、マカダミアナッツ、マカダミアナッツのさ、アイスハーゲンダッツあったの、冷凍庫の中に。だから食べた、めっちゃ美味しかった、最高。
あれ、学生時代その西新宿らへんだったの？懐かしい。めっちゃ行ったよな、新宿村ライブ。去年2回も。本番期間はさ、ずっと通う、5日間ぐらい通うからさ、5日どころじゃないか、もう約1週間、その同じ場所に行くからね、不思議な感じですよ。誰のハーゲンダッツだろうね。おとんが買ってきてたんかな。一応許可取りましたよ。食べていいっつって、いいよ。だから今度クッキー&クリームも買ってきてっつって多分買ってきてくれるはず。新宿は私も分からへんよ。100個買っちゃう？私にくれるの？服。そう、私は買ってないよ。だってお家から出ないもん。雪だるま作ろう。コン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 。私は今エルサだ、エルサ。もう完全に、もうエルサ状態です、私は。お家から自ら出ないという選択を取る。これじゃちょっと高すぎたかも。何これ、近い、遠い、近い。ハッピーバースデーが見えなくなっちゃったじゃない。あ、ラプンツェル？あ、ラプンツェルっていう選択肢も確かにあるやな。ラプンツェルも、あれ、ラプンツェル出させてもらえないでしょ？とにかく。このさ、絶妙なさ、このシースルーのさ感じがさ、めっちゃ好きなんやけど、分かってくれる？特に女子分かってくれる？私はこのシースルー、絶妙なシースルーの感じが大好きなんだけど。あ、前髪の話ね。素晴らしい。王子様役やるの？ラプンツェルの、ラプンツェルってお母さんいたっけ？出てきてたっけ？私一回しか見たことないからもう覚えてない。どんどんやっぱ傾いてくる。あとこの絶妙な巻きのこの加減にツヤ、素晴らしい、最高最高最高。あ、悪い方のお母さんね、あれね。やだよ、絶対髪の毛下ろしてやんねえ。
絶対嫌だね。一回あいいよお母様っつって下ろしてあげて、そのままもう無視無視、はあ一人で快適っつって、こんばんはようこそ。そう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 、んでさ、え、マキシマス、マキシマスって誰、誰マキシマスって、あれ質問をさ募集したんよ私。あのインスタのストーリーで、であの印刷してきたんです自分ちで。だから何個あるんやろ、答えれる範囲で答えたいと思います。うまうまうまなんていたっけ。でもって質問を送ってくれた人ありがとうございました。あこの配信終わったらスプラトゥーン、ちゃうスプラトゥーンさ今日昼配信終わった後にやったんやけどさ、とうとう B マイナスから B に上がりました。ブラボー、素晴らしい、もう嬉しくて仕方ない。質問するのすっかり忘れてた。じゃあもしコメント欄が静かになっちゃったらお願いします。みんな起きたって言っちゃうからさ。 BB ほんと B からもう絶対落ちない、絶対落ちない。もうね戦力になりつつあるよ私ちゃんと。だから次は、いやでも A はねほんとに もっと難しいと思うから、まあ B で、BB プラスで力を入れたいと思います。何に力入れてんねん。そう次は B プラスですよ、 B プラスに向けて。え、なんかほんまに一人でやってんのがもったいないよな。みんなに見てほしいけど見てもらう場所がない、見てもらう場所がないんだよね。で見たところでしゃあないな。武器はそのまま同じのをやってますよ。じゃあ、うん、とりあえずダーッと答えていこうと思います。じゃあまず1個目、あなんかここに書きたい、なんかドンってここにドンって書きたいね。じゃテロップに書こうかな。いやでも今そんな時間ないのに、そこまで時間がないから、まあいいや。じゃあまず1個目ね、アイドル時代の経験は今どのように生かされていますかです。そんなに今やる舞台やる仕事をではそんなに生かされてないです。生かされてない、なんか完全に別物なので、アイドルやってたからこれできるとかそういうのなくて、なんだろう、私がその舞台出るようになってからもう私より経験豊富な方がたくさんいて、その人たちから受ける刺激の方が多いし、だからそのもう私はアイドルじゃないので歌って踊ることもするわけじゃないから、
だからそういうアイドルの経験は生かされてないけど、ファンの方がその今もついてきてくださってるのはそのアイドルやってたからだし、なんかファンの皆様の面ではとってもとっても感謝しております。ただアイドル活動をしていったからその今の仕事にめちゃくちゃなんか生かされてるっていうか、そうかどうかは私はあんまそれを感じないです。アイドル真面目にやってきて、ちゃんと応援してくれてるファンの方がいてよかったなと思ってます。それは今もその今につながってるから、それはすごく素敵なことであり感謝であります。はい、じゃあ次、舞台以外でやりたいお仕事は、なんやろう、舞台以外、なんだろう、舞台以外、ラジオで喋りたい。今も喋ってるけどさ、一人喋りじゃなくて誰かとちゃんと喋りたい。ずっと一人で喋ってると寂しいからさ、誰かと喋りたいです。はい、で、スイッチでポケモン出るけど買う？買わないです好きなサンリオキャラクタートップ3は、3位キティちゃん、2位ハンギョドン、1位マイメロリーです。トップ3はもうそれだな、やっぱり。うん、ハンギョドン爆上げですけど、そのトップ3が好きです。で、次、リナッチ、現在リナッチオタの呼び方は全肯定スペシャルパートナーですが、全肯定スペシャルパートナーじゃないし、スペシャルサポーターだし略すとどうなりますか。めっちゃおもろいんやけど、スペシャルパートナーではないえ、略す？これ略す？略すと？全肯定スペシャルサポーターがいいんじゃないの？スペシャルパートナーおもろすぎる。これは、ね、どっかで使いたいんかな。いや、私は略しません。略さない。もし略、いい略し方があったら教えてください。はい、じゃあ次、私のグッズをどこに連れて行ってほしい場所はどこですか。いつでもどこでも、一緒にリナッチでお願いします。もう常にカバンに入れとく。ダメ？カバンに入れとくのいいでしょ。ほら、もし写真とかさあればさ、ちっちゃくしてさ、あのちっちゃくすんのよ。とりあえず履歴書サイズぐらいにさ、印刷して、でなんかもう入れとく、財布の中とか入れとく。まああとはちゃんと、今グッズ売ってないけど、まあ、写真とかね、その舞台で売ってるじゃないですか。だからそういうのはご飯食べに行った時、あと遠征する時、舞台見に来た時、私の誕生日の時に
写真を写り込ませましょう。でツイッターに載せましょう。私は見てます。はい。物事は計画的にする方かギリギリになってする方かどっちですか？ギリギリ、いつもギリギリです。物事なんか、まあ例えば荷造りをします。もう荷造りさ、な荷造りなんやからさ、行く日にちは決まってるわけやんか。でもその日の、だから今日の昼の12時に新幹線に乗りますとかだったら、前日じゃない、その0時00分過ぎから、だから深夜から明け方にかけて準備をするんです。だからよく忘れ物をします。はい、ギリギリに、はい、生きてます。はい、ハムスター元気？元気です。今大阪にいてたまに写真送ってもらうんですけど、めちゃめちゃ可愛い、めちゃめちゃ可愛い、本当に可愛い。あんま載せてないけど本当にもう世界一可愛い、うちの子が一番です。はい、次。振られた相手が忘れられません、助けてください。振られたんやって。相手が忘れられ、え、振られたどういう感じなんやろ。もうごめん別れようって、そんな感じ。え、めっちゃ気になる、どうやって振られたんやろ。でもさ、振られたんやったらもう追いかける必要なくない？知らんけど。もうさ、私を振るなんてこのクソ食らえって思っちゃえばいいんじゃない？だってさ、付き合ってたのかな、振られた、付き合ってたんだとしたらさ、なんつうの、多少の嫌なところって見つかるんじゃないの？その嫌なところをさ、もう自分の頭の中でさ、もう心、ここめっちゃええってな、もうあそこめっちゃええって思うの、もう嫌なことだらけを考えて、あ、もう最低な人やったわって思う。あかん。それでいいんちゃう？いいよ、他にも誰かおるって、絶対おる。頑張ってください。見てるか分かんないけど。じゃあ次。私に会えるイベント予定ありますか？今のところ予定ないですけど、いつかやりたいです。はい、でも今はないです。顔のパーツで好きなところはどこですか？右目が好き。左より右目が好き。見てもわからんかもしれんけど、右目が好き。ほんまにちょっとちゃうねん。で、こっちの方がな、釣ってるねん、笑った時。え、わかる？わかってくれる？ほら。だから私は右目が好きです。だからこっち向きが多いです。あ、でも口も好きだな。あの上唇が好き。笑った時にこの上唇がちゃんと見えるところが好きです。はい、じゃあ次。好きなおにぎりの具ベスト3。1位はツナマヨ。具はな、ツナマヨしか、あと、まあ、鮭、あとはもう具好きなのないから、あとはあの鶏五目が好きです。はい、
今まで旅行や仕事で行った場所でもう一度行きたい場所教えてください。ハワイ、ハワイに行きたい。本当に本当にハワイに行きたい。けど一人じゃ無理だから、英語できる人、弟とか、家族みんな話せるかどうか分かんないけど、英語分かると思うから、ハワイ家族で行きたいです。もし過去に戻れるなら、いつの時に戻りたい？戻れるなら、小学校2年生か中学1年生どっちかやな。小学校2年生の終わり、なんか小3の時に大阪に引っ越してきたから、本当に大阪に引っ越すんでええんかっていうのと、中1は NMB に入るタイミングでバレエの発表会も控えてたっていう時期だったんです。だからほんまにどうすんのっていうのをちゃんと考え合って、そう、今がいい悪いじゃなくて一回言っとくYouTube はしますか、しません。どこか行きたいところはありますか。沖縄沖縄に行きたいです。もうだって何年も行ってないからさ、まあ、車がないといけないから、まあ、車運転できる人、家族かな家族で行きたいな。だ家族旅行もう10年ぐらいしてないからさ、その泊まりでしてないから行きたいです。過去と未来行けるとしたらどっちに行くか。いや無理、その質問は。未来、でも未来見てさ、今を変えれるならいいけど、未来のことあんま考えたくないんですよね。過去、いやでも未来行って、とりあえず30歳ぐらいで何してるか見に行きたいです。あとはと今後チャレンジしたい髪型や髪色はありますか。髪型はもう特にないかな。ロングもショートもやったし、髪色は金髪、シルバー、青みが強いパープル、あとピンクにしたいです。にしたいです。マジでやりたい。でもブリーチしたいっつったら美容師の人に止められる。ガチガチでほんまになんかそういうのできんかな、どうにか。役で役であなたはピンクにしてください、わかりました、ピンクにしてみます、もう喜んでいくよねで、シルバーやりたい。シルバー、使ってる香水教えてくださいだって。一瞬待てる。この質問さ見てさ、使ってる香水持ってこようと思ってさ置いてきちゃったよ。やらかした、やらかした。役でピン、そう、なんかさカツラじゃなくてガチでやりたいんでっつって、ちょっとさノリノリで、そうプリキュア
役で坊主買うわ。それちょっとさ、ほんと人生の究極の選択だよね。ちょっと待ってな、よいしょ。これと届け届かない、いったねえ、ドアノブにさ、ねえ、ドアノブに顔ぶつけたんだけど痛い、なんも無理ほんまに痛い、もう最悪、ほんまにありえへん、ほんまにありえへん、痛すぎるんだけど、え、無理無理、ほんまに痛い、痛すぎる、うん、やだ痛い、うん、痛い、うん、痛い、ここ、もう最悪、痛いあ、すごい手冷たいからちょうど冷やせるわ、で使ってる香水は香水っていうかボディ&ヘアミストやけど、このこれイニスフリーのこれなんですけど、この匂いほんまに好きで、ほんまに好きで、あー好き、大好き、これこれつけてたらずっと幸せ、イニスフリーです。でもう一つはなんかきつめの香水を買ってみたいと思って、ザラ行ったらさ、すっげえいい匂いすると思って、あ、どんな感じの匂い、なんか海って感じ、海、海を感じる、いや海じゃ、何、海鮮系の海じゃなくてチェジュでのワンシーンをイメージしたフレグランスが穏やかに香るやって、どういうことなんやろ、ゲストハウスモーニング、だから朝の匂いなんじゃないのそうそう、マリン系そうだ、まあ爽やかな感じかな、どっちかっていうと。でもう一つはザラのローズ、ローズだって、ローズ、磯の香りやめろちゃうからね、磯じゃない、ねえ違う、やめてほんまに、めっちゃいい匂いやから、これこれさ、きつめのさ匂いさ、甘ー、めっちゃ甘い、もうローズとかじゃない、めっちゃ甘い、甘ー、まあ、でこれはでもなんか人とさ、なんか遊ぶ時とかにさつけて、なんかめっちゃこいつ甘い匂いするとか思えたら嫌やからつけない。ただなんか稽古で自分だけテンション上げたい時に、前日に稽古着用意しといて、でふっかけて畳む、畳んでおけば次の日だ、着る時にその匂いで包まれてるじゃないですか。で自分につけると本当に匂いめっちゃつくから、つくから、だいたいは服にかける、これほんまにめっちゃ甘い、やばい。で自分で稽古中に、あ、この香水の匂いする、嬉しいってなる、めっちゃ嬉しいってなる。つけよう、
今ここに閉じ込めた。あーこれ稽古期間ずっとつけてたからめっちゃ稽古期間思い出す。あー夏めっちゃつけたわこれ。今この家にあるのはこの2つです。で大阪にももうちょっと種類あるんですけど、そっちは最近はつけてないし持ってきてない。だからこれが一軍なんです。これ一軍、これが一軍、使っても全然減らないんだよ。一軍です。でここが二軍なんですけど、これは匂いが本当になんかマジなんか女って感じのギャンギャンな女の匂いがするのでたまにしかつけません。はい、ほんまに気になる人はこのイニスフリーってコスメのお店からちょっと入りにくい、男性は入りにくいかな。いやでも入ってる人いるからな。まあ、あこんな匂いなんやって。はい、青いのです。え、ギャンギャンな女、こういうあのギャルルル匂いがするから。いや今めっちゃザラのローズに囲まれてる。で、はい、そんな感じです。次どれや、今年の目標系が多かった。今年の目標、私のな今年の目標な、1ヶ月に1回絶対舞台に出るだったんだけどさ、1月も出ないんだけども、もうすでに今年の目標全然達成できてないんですけど、悲しい。ほんまに今年1年は去年の8月9月ぐらいのイメージで舞台の稽古をしてる、言われたら永遠に休めるから。それを強制的になくす仕事で、ほんまにはーって一息つくことない一年を過ごしてみたいなーなー、過ごしてみたいなーがまあ目標です。あとはもっともっと目標で言えば大阪に住んでて梅田芸術劇場ってあるじゃないですか、そこにね立ってみたいんですよ。なんか私梅田庭だからよく行くんですけど、そこへさ、だからいつも大きいホールいいなーって、ここに通いたいなーって思うわけですよ。だからそこにいつか立ちたい。マジでもう生きてる間に絶対立ってやるほんまに絶対立つから、その時絶対見に来てください。絶対立つぞ芸術劇で。みなちゃんならできるってありがとう。ほんまにもうなんか仕事が途切れることなくずっと出たい。マジで稽古して2日後に「ああまた顔合わせ」とか言って、だってそしたら1年に何人の人と会えるんだろうね。そうね、してみたいんだよね。なんか本当に
一息つきつかない一日をしてみたい。もちろんそう休みも大事だけど、なんだろう、稽古って朝からのことが少ないから、自分の生活リズムめっちゃ合うんですわよ。そうだからどうにかしたいです。はい、あとはNMB 時代の MV 撮影やライブの裏話。何聞きたい？何を聞きたいですか？ MV 撮影？ MV 撮影基本眠いことしか覚えてない。だいたい寝てるか一人で隅っこにおるか。あ、一回あの国旗を全各国暗記しなきゃいけない期間があって、でそういう企画をやらせてもらって、で自分でその国旗暗記、これなんだっけ、単語暗記さするさ、これぐらいのやつあるじゃん。それ国旗のやつ自分作って、 MV 撮影の待ち時間中もうずっとそれやってて、そう限界突破の時、内緒で限界突破っていう番組、そう国旗全部覚えた。その MV の撮影の次の次の日ぐらいが確か収録の日だったんですよね。振りはどのタイミングで覚えたの？あ、振りは当日。 MV 撮影はいつも当日だね、振り付け覚えるの。だから私覚え悪いからやばい、いつもほんまに。幸い M とか B2 は、あ B2 もそうか、 M も B2 も割と簡単な振り付けが多くて、 N はなんかすっげー難しいイメージがあるんですけど、だからなんとかその辺はギリギリクリアしてます。うん、当日覚えてる。うんかな。あのチーム曲の MV は1日で完結するんですけど、シングルのミュージックビデオって2日間撮影するんですよ。すごいなって思う。2日間も朝早いし。ドントルックバックの時はドントルックバック、待って、寒いっていう記憶しかない。え、全然覚えてないぞ。控え室しか覚えてない、ごめんなさい。けどめっちゃ踊った記憶がある。あとは僕以外の誰かがめっちゃ朝早く、過去一朝早く振り入れをして、あれはコノミンが振り付けしてくれたものかな。あれは大変だったなし、めっちゃ踊ったし。何回くらい踊るか、え、何回踊るんだろう。映る映らないいろいろありますけど、まず引きで撮ったり、引きで寄って撮る、それを何回かやるのと、あと真ん中上下で分かれて撮る時もあれば、前列後列で分けて撮ることもあるし、でだそれをイントロだけでやります。イントロを撮影します。あと
A メロ B メロはあんまないかな。だサビ、サビを何回もだから踊るわけですよ。本当にいつ OK かかるかなっていうぐらい踊ります。めっちゃ踊ります。はい、すごい踊ります。だから撮影してるうちにどんどん振りを覚えていくってのも多少あるかもしれないです。はい、だからセンターの人はいつもすごいなって思ってました。全部ちゃんと覚えて、お、頑張った、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あとはライブ、ライブの裏話はいつも準備がギリギリでエンジン一番ほぼ最後に集合してます。ごめんなさい、集合してました、ごめんなさい。あとは絶対に衣装で写真を撮ること。ママにもういっぱい写真撮ってきなさいっていつも言われてて、だからもう時間がある時は新衣装だったり普段着ない衣装とかライブだといっぱいあるから、いっぱいとにかく写真を撮ってました。あとは早着替えが大変かな、けど衣装さんとメイクさんの力でわーってやってます。あとは何だろう、でも会場の雰囲気がすごい好きかな。あー広いなーって、広いなー、うわーライブ来たなーって思う。ペンライトの海がすっごい綺麗だし、あれは幸せですよね。はい、どう、裏話になったかな。裏話になったかな。あと最近した舞台のワンシーンの再現や裏話、これな、でもみんながみんな全員見に来てるわけじゃないから難しいよな、何を話すかな。逆に知りたい人いる？何かこの舞台のあれがあって、だいたい覚えてるはずなんやけど。こんばんは、お仕事お疲れ様です。確かに最初の撮影の最初と最後で振り付けの完成度、確かにほんまにたくさん踊るから違う。あ、でもそれと同時にちょっと疲れも出てる可能性あるからね。まさかシンガポールとか大変やと思う、暑くて。一瞬映ってるのがちょっと疲れてるシーンでさ、もうほんまにちゃんとしようや私って思った。それはその時はさすがに。なのでまさかシンガポールのミュージックビデオを後で見てみてください。うん、感じ。質問逆にある人います？あー、バスのシーンね、まさかシンガポールのあれ良かったよね。そう、砂浜で踊ってるミュージックビデオです。そうそうそう、バスのシーン、あれどんなやったかな。あれどうやってたんだろう、全然覚えてないな。なんか唐揚げ弁当食べたことばっかり覚えてる。そう、ショートカットだった。そ
もまさかシンガポールのバスのシーンはめっちゃイケメン、ほんまに。なんかこんなんしてるよな。え、違うけ、めっちゃかっこいいから見て、ほんまに。一人旅するならどの季節にどこへ行きたい？一人旅、一人旅どこがいいんだろう、どこに行くのがいいんだろう。あ、でも本当にこんなコロナがなきゃ、あの冬にディズニーシー開園から閉園までいた、絶対いた。本当に旅っていうのか分かんないけど、でもそれがしたい本当に。バスは本当に揺れてないです。おっとっとっとってしてください。おっとっとっとってしたうまいことね、すごいよねあれね。また食べたいと思ったケータリングやお弁当は、え、むず、ポリポリ、何があるかな。うん、あーでもなんか自分でも買いに行けるっちゃいけるけど、すき焼きのさお弁当、あれ中尾だったかな、あれをね公演の時とかわーって買ってきてくれて、で自分で好きなの選んだりするんですよ。だそういうのを選びたいよね。なんかみんなでわーって食べるのが楽しかったから、今はね自分で買いに行かないとないじゃないですかそれをしたいし、そう寒いからいいんだよ。そう真冬のディズニーシー、うん、風強い、やばいめっちゃやばいけど、あそれでもわー、あーディズニーシーをすごい感じる。夏はもう夏もやばいからね。で秋は秋でさ、なんか服装ミスるし絶対。じゃあウーバーするとかそういう問題じゃないねん。その劇場で食べるのが好き。本当中尾が唯一食べれるものって感じやったから、私好き嫌いお弁当激しいから。そんな感じですかね。みんな起きてます？おーい、ちょっと梨やめよう、ね、梨やめようよ。鏡部屋の中に小部屋ありますよね、その小屋は何の小屋ですか？あ、すごい知ってるんや。あれは昔は、昔っていうか研究生かが大体あそこで衣装を着替える、特にバックダンサーがあったところは。でも今はどうか分かんないけど、私の時はもう物置になってたかも、めちゃくちゃ。あれは物置です。はい、あとは一人になりたい時に入る場所かな多分ね。あれ謎だよね、あれあそこ綺麗にしたらもっと広くなるのに大人になってから食べられるようになった食べ物は、いろいろあるな。牡蠣とかマグロとか、あとは何だろう、ぼんじりとか、なんか誰、自分じゃ食べないけど誰かとご飯行った時に会って食べると、あこれ美味しいじゃんってなるのが結構あるかも。タコは食べない、食べません。はい、タコイカカニエビは食べません。もうその話はもう何十回もしたので、もう私もお腹いっぱいです。はい、
じゃあいっぱい質問に答えたところで最後にスクショタイムをして終わりたいと思います。何かありますか？ご希望あれば、ご希望あればお伺いします。だだだ、一番贅沢だと思う食べ物、うん、贅沢、贅沢あんま何が贅沢なの分からへんけど、しゃぶしゃぶとか焼肉の食べ放題行ってる時は、あーもうなんかもういっぱい食べて幸せってなる。牛脂ポーズって何？やばいんだけどやばいやばい、おもろすぎる。ウィンク、横顔、横顔、シースルースペシャル角度にしよう両手を、両手拳を口元、うしし、あ、そういうことでね、膨らませて怒った顔、怒った顔ってさ、ほっぺ膨らませないよね。アイドルみたい。うっしっしっし。もう、もうってセリフあったな、もう、もう、あ、すっごい髪色紫みたい、素晴らしい。合ってる？合ってる？あれ？こうか。しますか？ちょっと取る。あ、もう、もうちょっと、すいません、間違えて電源切っちゃった。はい、OK。 なんかどんどん画面暗くなっていくんだ。はい、じゃあ最後にあれを読んで終わりたいと思います。ランキングいきます。13位デュベルさん、12位鶴丸美馬太郎さん、11位よしあきさん、10位がティムさん、9位がコラコラさん、8位が山ちゃん、7位がひよってる鹿さん、6位がヤンさん、5位がマッキーさん、4位は
まさくん、3位はひかるくん、2位はどんちゃん、1位はかおぴょんでした。みんなありがとね、来てくれて。あらららら、間違えた。これは取らない。これ声つけてんな今日。やっぱこれな、これお腹鳴った。明日何時やっけ。1時かな多分。ありがとう。とりあえず明日何、明日何日、明日27、ん？明日27やな。明日何しよっか、一緒に昼食べよう。はい、それでは皆さんおやすみなさい。あ、質問を送ってくれた人ありがとう。それじゃあまたお会いしましょう。おやすみなさい。切ります。バイバイ。